はいどうも、皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。本日は、急遽、動画の撮影をしてるんですけども、以前ですね、こちら、SMSP シリーズよりですね、ゾロ十郎のフィギュアを5,500円で購入したよという動画を上げました。で、まあ、このゾロ十郎の1個前に出たのが、こちら、このルフィ太郎なわけなんですよ。で、こちらなんですけど、 なんと880円で購入しましたゾロジューロ5500円ルフィ太郎880円ですいやもうこれはね多分史上最安値の SMSP だと思います多分これ売っていたお店の人 SMSP だと思わないで売ったんですかね、まあ、ただ台座なしで箱なしで売られていましたゾロジューロの方は 箱入り未開封だったんですけど、まあ、そういった違いはあるとはいえ880円はねさすがに安いでしょうということですはいまあそんな感じなんですけどもね、まあ、ただね SMSP シリーズ近年ではあまり評判が良くなくてゾロ十郎の方もですね、まあ、僕結構いろいろと言いました汚れが多かったりね 刀の塗りこぼしがあったりとかっていうことなんですけども、まあ、こちらのルフィ太郎どうなのかなって。まあ見てみましょう。まあね、細かい演出ちゃんとしっかりなっていて、えっ、ー、とちょっと影になっちゃってるけど、3台じゃねえ。ごめんなさい。えっ、ー、と2台季節かな。これ初代季節かな？ちょっと忘れちゃったんだけど、ちゃんとね。刃紋もこれ見にくいと思うんですけど、えー、ちゃんとデザインされていて、えー、刀等の塗りこぼしはなかったです。 うん、で、やっぱり中古品だからかねさやに若干の汚れがねまあ、薄く黄色くあったんですけどもそれ以外はね全然良かったむしろゾロジュールの方が若干汚れてたかなっていう感じでしたねでまあ細かいなって思った点で言えばこの麦わら帽子の縫い目がねちゃんと演出されていたりとかねうん、まあ、そういったところもすごいなって思いましたしでこれ多分ねてかまあディッチハック SMSP の,の一番くじの B 賞オリジナルカラーだと思うんですよねこのゾロ十郎はブラシ彩色 A 賞なんですけどもこいつは、えー、B 賞だと思いますなのでね、まあ、正直やっぱ A 賞のブラシ彩色に比べると薄っぺらいのっぺりしたフィギュア感っていうのが出ちゃってるんですけど まあそれでもね、まあ、大体ね、まあ、5000円ぐらいネットではしますし、まあ、一番組もそもそも1回5000円ですしそういうところを踏まえたら880円はだいぶ安いと思いますうん、まあ、以前動画で紹介したねアサシンクリードのアルノドリアムの横にこうやって飾ってあって、まあ、ゾロジューロの方は以前紹介した剣心そしてさらに以前紹介したイベルカーナと クシャルダーラーがいるよみたいな感じでここの辺のフォーメーションね決めてるわけなんですけどもねいやーもう本当に880円はやばいねまあルフィに関しては嫌いじゃないけど正直ルフィ太郎はノーマークだったんですよ今までただね880円という金額に押されたっていうとこですねはいでやっぱ個体差って本当にあるなと思いましたゾロロ郎の草履は正直僕のやつね あのー、接着剤とかが透明でテカっちゃってたりとかしてすごい目立つんですよでその時の動画でも説明したんですけどバリとかも出ちゃっていてあまり良好な状態じゃなかったんですけどルフィ太郎はねすごい綺麗ですうんドロジューと比べてみるとねほらわかるこの足の指の先ねうんこういうのとかがないんでねうんなんかこの 綺麗さでゾロ十郎もちょっと欲しかったななんていうふうにも思ってるんですけどはいまあでもね、えー、ルフィ太郎とゾロ十郎とワの国の代名詞の2人組をゲットすることができて非常に満足しております、えー、この動画ではねこんな感じで雑な動画にはなりますがフィギュアレビューなどもしておりますのでまた何かいいフィギュアゲットしたら紹介していきたいと思いますここまで見てくれてありがとうございます